ハルペ装公平大将、ヨーゼフ・ハルペは、ドイツの軍人。最終階級は、ドイツ国防軍上級大将、レックリングハウゼンに生まれる。1909年9月に入営し、主幹候補生として、第56不評連隊に配属される。1911年に少位に任官。第一次世界大戦に従軍し、1915年に、中位に昇進。終戦時は、 大尉で中隊長であり、鉄十字章を受章していた。戦後は、バイマル共和国軍に採用され、1931年から、ハッカー所長という偽名で、ソビエト連邦の火山にある、独ソ共同の秘密戦車学校を指導した。1934年8月に中佐に昇進し、1935年10月に、第三総高連隊長に就任。 1937年1月に大佐に昇進し、第一総行旅団長に任命された。同旅団を率いて、第二次世界大戦諸島のポーランド進行に従軍。1940年3月に、ビュンスドルフにある戦車が校長に就任し、同年8月に少将に昇進した。1940年10月から第二、自動車家不評師団長。1941年1月。 同志団は第十二装甲士団に改組された。同志団を率いて、ミンスクの戦いに参加、進撃を可能にした選考により、騎士鉄十字章を受章した。同年11月、ティフビンにまで進出し、12月に白洋付け騎士鉄十字章を受章した。1942年1月、中将に昇進し、大騎士総甲軍団長に任命される。 1942年6月に総工兵大将に昇進し、1943年10月に剣付博用騎士鉄十字章を受章。1943年11月、第9軍司令官に転じる。1944年5月に上級大将に昇進。同月より第4総工軍司令官に転じ、北、ウクライナからバイクセル川まで交代した。 同年9月、英軍集団司令官に就任。バラノフ教党補から、ソ連軍の突破を許したため、アドルフ・ヒトラーにより1945年1月に、同職を更迭された。3月に、第五総甲軍司令官に任命され、4月に、包囲されたルール地方で、残余部隊と共に、アメリカ軍の捕虜となった。1948年4月に釈放され、 ニュルンベルクで死去した。ありがとうございます。